強みは3つあるかなと思って、インサイトを探る力、取る力と寄り添う力と課題解決能力かな、3つかなと思ってます。せーの、人間っぽさみたいなところを結構人事が知りたがっているんですよね。どうも、しゅんです。こんにちは。専修大学4年の星です。一橋大学4年の塚希穂です。アイプラグの市川です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はオファーボックスさんとの動画なんですけども、オファーボックスでプロフィール入力ってあると思うんですけど、プロフィール入力対決という企画をさせていただきます。で、実際の就活生お二人に来ていただいて、どちらがプロフィールを、早く充実させて書けるかという勝負をさせていただきます。今回オファーボックスを運営されているアイプラグの石川さんにも来ていただいたので、そのオファーボックス視点でどっちがオファーが来やすいのかっていうところと、視聴者の皆さんもどうやったらオファーが来やすいのかっていうところを参考にしていただけたらなと思ってます。前回の動画でも聞いたんですけど、コシ君とキーちゃんもオファーボックス使ってたっていうところで、1個上の先輩視点でこういう風にもうちょっと表現した方がいいんじゃないかとかっていうところとか、まあ、写真とかもあるんですけど、もっとこういう風な写真の方がいいんじゃないかみたいなところも、いただけたらなと思ってます。ということで、じゃあお二人簡単に自己紹介お願いします。はい、筑波大学3年の国徳優です。お願いします。法政大学3年の澤優希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お二人意気込みの方はいかがでしょう。いや、正直ちょっと不安なんですけど、負けたくないので頑張りたいと思います。僕の方も、まあ、絶対負けないという自信を持って、ここには負けられない戦いがあると思って頑張りたいと思います。よろしくお願いします。時間もかかってないからなということで、どちらが早くより充実させてキープできるかっていうところをさせていただきたいなと思います。星は英語で、用意スタート。どうですか。はい、どうぞ。疲れた。疲れました。初めて書くことだった。なんか今まで書いたことある内容ではあったんですけど、やっぱりその文章を読んでそこから伝えなきゃいけないから、どうやったら伝わりやすいかなとか、いろいろ考えちゃいました。で、澤くんは7分ぐらいで終わってたと思うんですけど、はい、どうでした？他のガクチカとか今まで書いてあることのあるようなものを使ってたので、うん、そんなに苦労せず書くことができました。おー、あ、じゃあコピペしたってこと。そうですね。確かに。じゃあということで、早さでは澤くんっていうことなんですが、実際書いた内容をちょっと見せていただきたいなと思ってます。自分を象徴する写真からいきますか。はい、まず一つ目が彼で、大学で部活でハンドボールやってるので、うん、ハンドボール部の活動の写真です。試合中の写真で、はい、まあ、リーグ戦とかインカリ優勝を目指して頑張ってますみたいなことを書いてます。はい、で、象徴する一枚がこれ長期インターンで自分でイベント企画して開催した時の写真で、長期インターンシップ紹介サービスみたいなのを運営してるんですけど、うん、その時の4社合同採用イベントみたいなのを自分で企画して、うん、会社内のスペースを使って学生と企業が参加してその時の司会をやってる写真です。すごいね。じゃあゆいちゃんお願いします。はい、1枚目はこの写真で、高校時代の陸上部の写真なんですけど、このずっと目標だった全国大会に出場した時の写真です。すごいじゃん。全国大会出てるんだ。はい、はい、なんでよ。何も知らなかったよ。で、2枚目がこれディズニーランドに行った写真なんですけど、ディズニーが大好きで、うん、そのパークに行かない日もアプリで待ち時間見たり。好きなパークに行かない待ち時間ってどういう感情になるの。あ、今日は少ないんだなとか、今日は少ないんだなとか。え、ちょ、コメント何て書いてる。そっちも、そのパークに行かない時も待ち時間を見るぐらい大好きなディズニーで撮った写真っていうような説明書いてます。いやー、いい勝負だね。2人ともなんか本当自分を象徴する写真だなっていうふうに思いました。続いて自己 PR をちょっと発表いただいてもよろしいですか。
強みは3つあるかなと思って、インサイトを探る力、掘る力と寄り添う力と課題解決能力かな、その3つかなと思ってます、うん、まあ、理由としてはその現在今続けているその長期インターンの活動の一環で、まあ、人材紹介業ってのやってるんですけど、そこの大学生向けの長期インターン紹介サービスをしていて、そのサービスのユーザーと面談をする機会みたいなのがあるんですね、うん、まあ、その中で求職者に対して、まあ、マッチした企業を紹介するみたいなことが、まあ、前提としてあって、その自分のさっき言ったインサイトを探る力と寄り添う力と課題解決能力の3つを面談の中で使うことで、なんか面談の中でユーザーに常に寄り添ってお話を聞いてあげることで信頼感を獲得して、なんか納得してもらう企業紹介をすることで、最終的には面談後応募率の向上だったりとか、まあ、応募後の面接率を 100% みたいな向上ができたみたいなところですね。はい、ありがとうございます。続いてゆいちゃんお願いします。はい、私の強みを一つ挙げさせていただくんですけど、私の強みはどんなに困難な状況でも最後まで絶対に諦めずに取り組んで成果を出すことができるところなんですけど、私は中学からずっと陸上をしていて、その中学時代にあと6センチ届かなくて全国大会を逃してしまったっていう悔しい経験から、高校でも全国大会に絶対出場するっていう目標を持って練習に励んでいたんですけど、2年生の時に腰の骨を折ってしまって、医者からは完治することができないっていう風に言われてしまって、当時は本当にめちゃくちゃ落ち込んでたんですけど、すぐに気持ちを切り替えて、その今の自分にできることってなんだろうっていうのを考えて、大きく2つのことに取り組みました。その一つ目が、その今まで以上に筋トレに力を入れたっていうところで、これは体力とか筋力維持のために行いました。で、二つ目は過去の動画を見返すことで自分の動きを分析して課題を明確にしたことなんですけど、今まで自分が目標を達成することができなかった原因っていうのが、その動きの分析不足っていうふうに考えたことから取り組みました。この諦めずに取り組む姿勢っていうのは、その他の部員にも伝播して部活全体の士気も高まって、結果的に私が3年生の時には私を含む歴代最多の4人が全国大会出場を果たしました。以上です。すごいすごいね。ハイレベルな戦いだね。むしろ自分もっと頑張ろうと思いましたね。いや、わかりました。本当にそれどうですか。いや、お二人さっきお話の中で、津川さんの話の中で、経験の過程、はいはい、みたいなのが大事みたいな話してくれたじゃないですか、すごい意識して聞いてたんですけど、なんかどっちのエピソードもちゃんとそこが分かったから、でもすごいなって思います。おー、石川さんいかがですか。そうですね、もうそれだけ頑張って書いてるだけでも私は二人とも採用したいくらいオファーボックス抜いてありがとうございます。じゃあ4人でちょっとフリップを書いて、せーので出します。いやー、オッケー。これ見えない方がいい。参りましょうか。はい、ということで皆さん書きましたか。はい、緊張しますか。緊張しますよ、そりゃ。緊張するけど、なんかもう不安しかない。めっちゃ迷う。迷った。いきます、せーの。サワ君、ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃんということで、勝負としてはゆいちゃんの勝ちという形で、誰も入らないんじゃないかって思ってました。おお。じゃあまずキイちゃんからサワ君を選んだ理由。サワ君を選んだ理由は、はい、2つあって、まず1つ目が、まあ、全体的な視点で、なんか学術家と強みと画像の一貫性がすごいあったなって思って、人柄がすごい分かったっていう、そのインサイトを探って、はい、それを実際に行動まで移せるという強みが全部に関して伝わってきたので、そこがいいなって思ったのと、あと2つ目が個人的な感想で、一緒に働きたいというところで、なんかその私マーケとかブランドとか、なんかそういうことをやりたいってずっと話してるので、そういう時にその消費者のインサイトを探るとかで、なんか一緒に働いてくれたら心強そうだなっていう視点で選ばせていただきました。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、まあ、一貫性が結構響いたっていうところは、そうですね、視聴者の方にも再現性ありそうですね。じゃあ石川さん。はい、私はゆいちゃん。正直もう本当に迷って、本当になんか2人ともすごいなっていうところがまず大前提でありました。で、
決め手がもう本当にちょっとの差で一番印象に残ったのが6センチ足りなかったっていうところで、ああ悔しかったんだねっていう、なんかすごいそこに説得力があって、なんか人間味が出てたなっていうのがありました。プロフィールの中身を見せていただいたんですけど、どういうことをやってきたかとか、どういうことに興味があるのかは正直あの企業によって異なるので、あの私はジャッジができないなと思ったので、どっちのプロフィールからその人っぽさが出るかみたいな要素で見ました。でその時になんかゆいちゃんの方がなんかこういうキャラの子なのかなみたいなのが分かる気がしたので、今回はもう超僅差でゆいちゃんにしました。うん、ありがとうございます。そう、僕結論ゆいちゃんがいいなと思ったのが、中途採用とか普通のなんか採用とかだったら社会人として澤くんとかはなんか採用されるだろうしみたいなふうには思ったんですけど、今回その自分に置き換えた時に新卒とかインターン生とかって考えた時にめっちゃ可能性あるなっていうのを感じました。で具体的にはその一回めっちゃ怪我するとか、まあ、あるあるっちゃあるあるだと思うんですけど、そこからもう全国大会になってその世の中でもう上位1パー以下の人しか出れないっていう、だから新婦すごいっていうところと、それまでの努力がめっちゃ垣間見れて、言語化できないですけどその人の感情を動かす力みたいなところとか、あの吸収率みたいなところは別のビジネスの場でも絶対できそうだなっていうふうに思ったので、あのゆうちゃんがいいなと思いました。はい、ありがとうございます。僕もゆうちゃんなんですけど、サラさんはめちゃくちゃすごいので尊敬しかしないんですけども、2点めっちゃいいなって、ゆうちゃんめっちゃいいなと思ったのが、もうシンプルに分かりやすいっていうところと、あとイメージしやすいっていうのがあって、サラ君のはそれこそ専門用語使ったりって人によると思うんだけど、はい、ちょっと分かんない話とかが多かったんですよ、はい、イメージできない話が多かったりとかしたんですけど、ゆうちゃんの場合は誰でも分かるように一応話してくれてて、そのちょっと感情の起伏みたいの話してくださったので、ゆいちゃんかなと思いました。ありがとうございます。ということで、今回プロフィール入力対決したんですけど、まあ、速さとあの充実度っていうところ、まあ、どっちも重要だなと思うんですけど、市川さん的にこういう文章とか伝え方だと、はい、より人事の方に伝わりやすいとかっていうようなポイントとかってありますか？まず書き方はオファーボックス本当に自由で、はい、書き方も人それぞれです。今回みたいに綺麗に文章にしてくれてると思いますし、はい、割と途中で過剰書き入れて書いてることもあります。でそれによって人事がなんか優劣をつけたりはしてないっていうところがあって、はいはい、先ほど星さんがおっしゃられたように、イメージしやすいかとか、その人の人間っぽさみたいなところを結構人事は知りたがっているんですよね。エピソードっていうのはあくまでその自分がこういう人ですよの裏付けでしかないので、そっちがメインになってしまわないように、私はそもそもこういうキャラでこれが好きな人なんですけどっていうのをいっぱい書いていただくっていうのがいいかなと思います。じゃあ方法論じゃなくて、もう本当自分の情報をあれの方に全部書くっていうことが結果的にあのオファーをたくさんいただくコツっていうことですね。そうですね、自分に合う企業に見つけてもらうコツって感じですね。あ、確かにそうですね、あれのまま全部出したら合う企業しか来ないですもんね、基本的には。そうですね、正直もう本当になんかどちらも違うところがいいって感じだったじゃないですか、うん、はい、だからもう企業も同じで一人の履歴書見せても三者三様の評価をするっていうことですね。自分の会社に合う合わないみたいな、本当その企業次第なので、多分自分らしさを出すのが一番幸せ。確かにそうですね。で、あの視聴者の皆さんも下の概要欄にオファーボックスさんのリンクが貼ってあるので、よかったら登録してみてください。プロフィールもね、あのコピペでいいっていうところなので、あのぜひ他の ES とかエントリーシートとかをコピペして、あのまずは入力していただくだけでもオファーが来ると思うので、ぜひお願いします。ということで、あの本日は皆さん貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。